こんにちは、ノンサファリ札幌森ちゃんでございます。さあ今日はちょっと喉が渇いたので、ある動物に、あれもう映ってる、ある動物にね、ジュースを買ってもらおうと思ったんですけれどもね。はい、この子でございます。じゃん、お姉さんではございません、こちらです。はい、フサオマキザル、エキチ君、この子にジュースを買ってもらおうと思いますので、エキチ君よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。やる気はバッチリですか？ジュース欲しいって言ってます。あら、それでは頑張ってもらいたいと思います。じゃあ私150円持ってますからね。どのジュースにしようかしら。なっちゃうんですかね。なっちゃう、そうね、朝だしな。他にもおすすめあったらちょっとエキチ君、まあお願いしますけど、じゃあなっちゃんがいいかな。はい、はい、なっちゃんで。はい、じゃあエキチ君お願いします。ちょっとお金入れるところからやってもらいますよ。はい、できるのかな。お、あ、すごいすごい、スムーズスムーズ。え、もう150円入れたの？あ、まだ入れてない。あ、1個持ってるね。うん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 、あ、上手に入れました。なっちゃん、あ、出てきた。 あ、お釣り、お釣りどうする、こっちに、あ、こっちに。ありがとう、なっちゃん来ました。あ、お釣りね。はい、お釣り、あ、ありがとう、しっかりお釣りも、はい、ありがとう。さあ、とても賢く買ってくれました。フサオマキザル、実はすごく頭のいい動物で有名です。介助犬とか介護犬とかいるかと思うんですけど、そういった介助猿として働いている子もいるぐらい頭がいいです。野生下でも道具を使って、食べ物を取ったりだとか、あとは例えば石を使って何か硬い木の実とかを割ったり、そういったものを使って食べ物を取るっていう行動をするちょっと珍しい動物です。あとは自分の食べやすい形にこう潰したり吸ったりっていう行動を取ったりもする動物です。すごくすごく頭のいい動物です。結構映画とかでもお猿さんの役で出てるのはフサオマキザルが多いですね。エキチ君どうもありがとうございます。美味しくいただきます。はい、あ、かわいい。はい、この後ちゃんとね、こちら自動販売機は消毒させていただきますので、ご安心ください。はい、エキチ君ぜひ次も飲み物買ってね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ可愛かったよっていうコメントをお待ちしておりますので、どんどんコメントしてください。はい、そしてグッドボタンまだ押してない方お願いしますね。グッドボタンお願いいたします。あ、そしてチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、今回はこちらフサオマキザル、エキチ君頑張ってくれました。どうもありがとうございました。Yeah.